大いちょう、あの言い方はある、うん、違うんだ。ここのあの曲げの部分あるでしょ、はあ、それがあのイチョウの葉っぱのように開いてるから。あよし、私が描いた絵はもともとこんな感じで、まあ、これでも十分雰囲気出てるからいいんじゃないですかねなんとなくそのディテールのところですごいアドバイス欲しかったので、一番最初はその服立ち方とか服の後ろの回り方とか勉強になっていたし、あとこれの幅で結構印象が変わりますね。左側私ちゃんとなんか多分広く描いたのに、こっち側が結構小さくなりましたね。まあ角度によっては細く見えますからね、少しだけせっかくこのかっこいい形になっているし、こういう形じゃなくてもちゃんと見せたらかっこいいし、で顔のところいろんな気になってた ところがありました。あのほっぺの高さとか、あとすごいいつも思ってるけど、この辺がいっぱいディテール入れられますね、うん、特に私が完成した時になんとなくなんか怒ってないというか強くないとか、うん、印象がちょっと足りない感がありましたが、こういう風にディテール入れてくれて、あーなるほど、例えばこういう曲がり方とか、ここにも線がシワができますね。あとは こういうすごいいろんな知らなかったある入れられるか知らなかった線がいっぱいありますね、うん、こういうシワの入れ方はいろいろありますからね、うん、実際の人物をじーっと見て、あこういうシワの入り方あるんだっていうのが結構気づくところありますから、うん、じゃあそのためにどういう素材を検索すれば、うん、なんか勉強に一番おじいちゃんおばあちゃんの顔あーじゃあ別に怒ってる顔じゃなくても、その、うん、年取ってる方がシワのでき方とか立体的にな把握ができやすいかな。あそして これも勉強になりました、この線とか、うん、でこういう線はどんなどうやなんでできるんですか。ここは筋肉の盛り上がりですからね。タッチで表現した線で直線じゃなくてこういう風にその筋肉の形、まあ、一本で表現する場合もありますよ、ね、で今回もう少し柔らかく見せたらこうそんな感じで、でさらにそう、ね、目が開いているしここにも線が入れられるんだ。であとは勉強になったところはその今のここの線がちゃんと顎につなぐ形になっているし、うん、こっちもここから線が来るなら本当はこういう形になってますね。あそうとも限らないんですよね。結構ねここの線がこういってでこうなってたりするんですよ。あ、うん、結構人の筋肉も人それぞれでそうね、鼻を描く人困ってる人ならこういう形何かアドバイスありますか、そのこっちの形この辺、なんか私すごいラフで描いたけどまたいつも通りこれより下に描きましたね、うん、本当はもう少し上でもいいですね。あそうですね、今みたいに上に持っていくとね結構いい形になりますね。うん、そっかこんな感じかな、うん、まあそれ本当はすごいいっぱい改造が入っているんですけど自由に参考して私勉強になりました、ありがとうございます。こちらこそ。あやっぱそういうこういうおじさんキャラのシワがすごい面白いですね、うん、いっぱい入れられます。線が多い方がごまかせるんですよ。あそれは今日のワンポイントアドバイス、うん、ありがとうございました、はい、このアドバイスシリーズに他の動画いっぱいあるのでぜひプレイリストを見てください。あとチャンネル登録お願いします。バイバイ。お達者でー。